ナコ公式に煽られた世界のバルサファン発狂煽りポストをインプレッション950万回まで伸ばしてしまう。南野匠が開始10分に退場誘発数的優位のモナコ、今季全勝だったバルセロナを初めて打ち破ったチームに。インク950万、米5000オーバーアンチバルサとクレ発狂で伸びまくってるんだ。バルセロナがこのようにコンスタントに料理されるわけがない。14万は明らかにラリーガでの最後の3試合について話している。プレシーズンで B チームを破り、レッドカードのせいで再び我々を破ったのだから、自分たちは関係あるとでも思っているのか？まだ中堅クラブ。このモナコの管理者は、密かにレアルマドリーのファンである。このモナコの管理者は、ピッチ上でもピッチの外でもバルセロナを料理するレアルマモナコファンである。レッドカードに救われた自画自賛を続け、8ゴールを奪いに行くのだ。こんなことがなかったことにされるはずがない。まさか、何もなかったことにするつもりはないだろう。私たちは、11対11の本当の2チームのようにプレイすることについて話している。しかし、あなたたちはマドリードのように、いつも一人多い選手でプレイするのが好きなようだ。まあ、もう一人選手がいれば、審判団も全員賛成するだろうが。元気を出して。あなたのプレイは注目されなかった。あなたは10人制チームと対戦できたことを喜んでいたし、恥じることはないまた対戦できるよう、予選突破を目指してください。写真はラリーガでの最後の試合だが、チャンピオンズリーグの話をしたいのか？バルサ5つのタイトル、モナコ？モナコ？ワロタ。モナコ、イキリ出す？バルサいじりしたモナコウのポストって追加情報は誰が入れてるの？直近3試合の結果じゃないとか追記されてるけどそこじゃないだろっていうね。スペイン語でハンジフリップって何ですか？って書いておけよ、爪が甘いよ。クレはすごい粘着してくるから自分から関わるとろくでもないことになるのに、モナコ軽率だな。モナコのことを捏造してまで貶めてくるようになるよ。6バックなら持ちこたえたかもな。アーセナルならって亀みたいに必死に守ってみたらよかったやん。かっこ悪いけど。